皆さんリモ活ライブ楽しんでいただいておりますでしょうか。ここからは大英ステージです。大英についてたっぷりとお伝えしていきます。まずはこちらの VTR ご覧ください。いらっしゃいませ。いいものをどんどん安く、日本中にスーパーマーケットという新しい小売業の形を広めたのがダイエーです。日本で高根の花だった牛肉の価格破壊を起こし、誰でも気軽に食べられる食文化を作ったのもダイエー。毎日食べ物を買える安心感、お店は地域を支える拠点になる存在だと従業員は考えています。新入社員の彼女もそんな思いでダイエーに入社した一人です。ライフラインのだから電気とか生活に不可欠なものに携わる仕事がしたいから原点で始まって、そこからなんで流通になったかっていうと、震災の時とか、自分の会社もしんどいのに一緒に助け合っていこうっていう、なかなかできないことやなっていうふうに思ってて、そこに感銘を受けたっていうのが、あります。スーパーマーケットは食のライフライン。原点は阪神淡路大震災。神戸で創業したダイエーはフェリーやヘリコプターを使って大量の食料や水を運び、被災地の人々を支えました。東日本大震災でも地震のわずか2日後には仙台店を再開。その時地元の人たちからこんな声が寄せられました。従業員の親切と笑顔に心が癒された。うちの食を支えてくれたのはダイエーです。やっぱりライフラインが壊れてて全然機能してなくてっていう時に、人が助け合っていくの根本的な精神っていうのを、一番とっさに行動できたっていうのがやっぱりこの会社が長く続いてる結果やと思うんで、そういう中で自分が必要とされる、そういうところでこそ貢献できるんちゃうかなと思って、流通業界を目指すきっかけにはなりました。ダイエーには食を支えるプロが全国にいます。鹿児島県鹿屋市、ダイエーは流通業では珍しい直営の畜産農場を経営しています。日本の優れた水産品もダイエーの社員たちが最前線で仕入れています。でもこれ料理屋で食べたらもっと高いような魚なんで、これがやっぱりスーパーで買えてご家庭で食べれるっていうのは非常にある意味メリットだと思います。そして各地のお店では新入社員が早くも活躍しています。もうデリカ部門なので、その自分が作って出したものをお客様にこれ美味しいよねみたいな風に言われた時にはもうめっちゃ嬉しいなって思います。揚げたてのコロッケで誰かに幸せになってもらえたら、そんなことを木田さんは感じています。またテレビ番組やインターネットなどでさまざまな食の楽しさを提案するのもダイエーならでは。 MBSTBS などで放送中の台所ベジタは、日本一の野菜ソムリエやミシュランシェフがダイエーの食材を使って野菜嫌いな人でも食べられる美味しい料理を毎週紹介しています。ご飯の完成です。ボンアペティート。管理栄養士の資格を持つ藤田さんは、地域の人たちに食の楽しさを伝える夢を叶えようとダイエーに入社しました。ダイエーは管理栄養士チームっていうのがあって、そこに所属したら食育活動ができるんですけど、
それがすごく私が興味があったのでダイエーを選びました。ダイエーでは地域の子どもたちを招いて食べ物と栄養のお話をしたり、店内で夕食の提案や健康相談を開催するなど、さまざまな食育活動を行っています。大阪は特に野菜の摂取量がちょっと少ないっていうふうに聞いてるので、野菜とかについて楽しく学べるようなイベントをチームのみんなで考えて実際にイベントをしたいなって思います。毎日の食を通して安心と幸せを届ける、それがスーパーマーケットダイエーの使命です。さあではここからはダイエーの社員さんに直接お話を伺っていきます。まずはダイエー採用教育部の石岡明美さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてリモート出演です、ダイエー採用教育部の西尾智子さん、そして阿部典子さんです。よろしくお願いいたします。今日は女性3人にお越しいただきました。3人ともなんか雰囲気似てますね。3姉妹かななんて思っちゃったんですけど。あ、嬉しいですね。別にあの髪型を統制されてるわけではなく偶然似たような感じになってます。今日は3人の女性にお越しいただきまして、ちょっと女性ならではのね、あのアピールポイントなんかも聞いていきたいなと思っております。その前にまずは株式会社ダイエー一体どんな会社なのか見ていきましょう。こちらです。はい、株式会社ダイエーは良い品をどんどん安く、より豊かな社会を、これを企業理念とし1957年に創業されました。そして現在は届けたいのは安心を企業メッセージとして掲げ、全国に200店舗を展開、正社員の数は2672人ということです。あの先ほどの VTR にもありましたが、やっぱり阪神淡路大震災、そして東日本大震災、今現在はコロナ禍ですけれども、いろんなこう災害、そういう局面において食のライフラインを守ってきたようですね。そうですね、あのダイエーは、まあ、小売業食品スーパーマーケットということですので、まあ、あの食を中心に販売をさせていただいているんですけども、まあ、ライフラインという言葉って生活とか命を、まあ、維持、していくことっていう言葉が、ね、あると思うんですけども、まあ、そういった意味ではあの日常の営業というのは当たり前なんですけれども、まあ、特に有事の時、地域のお客様が困っている食というのを、まあ、毎日お店営業することで、食を提供する、そして安心をお届けするっていうようなことで取り組んでいます。先ほどの映像を見てびっくりしたんですが、東日本大震災の時は震災の2日後に仙台でもうすでにお店をちゃんと運営していたということですよね。そうなんですね、あのその前の阪神淡路大震災時の、ま、経験もあってですね、ま、そういった従業員の経験 DNA がこう継承されて、ま、東北であった地震の時もあの従業員の力応援で2日後に再開できたという形になりました。そういう局面においては特に感じますけど、本当に大げさじゃなく命に関わるような、そういう業界でもありますよね。はい、もうおっしゃる通りだと思います。はい、さあそしてお客様の日々の命と暮らしを支え続けているこのダイエーなんですが、実際に入社するとどんな業務に携わることになるのか、ちょっとこちらをご覧ください。こちらが VTR にも出ていらっしゃいました、入社1年目のダイエー大鳥店農産課の藤田真由さんの1日のスケジュール、結構いろいろとあるようですね、細かく。はい、そうですね、もうあの新入社員もうすぐこの4月で2年目を迎えるんですが、もうバリバリ頑張っていますね。まあ、ポイントで言うと、そうですね、やはり商品加工とか補充っていうのはあのスーパーでは必須なことかなと思っていまして、あのダイエーはお客様の期待を裏切らないように、あのいろいろと藤田さんは仕事に取り組んでいるというところがありますね。例えば、うん、なんだろうな、例えば今日ピーマンの肉詰めを作ろうと思ってピーマンを買いに来たんだけれども品切れしてた、まあ、そうなるとやっぱりお客様の期待を裏切っちゃうので、まあ、そういったことがないように計画的に発注をしたり、売り場品切れないように補充したりっていうようなことをですね、常にお客様のことを考えて
毎日頑張っているという形です。こうした業務はもう1年目から店舗に立って行っていくんですね。はい、はい、そうです。そうしますと西尾さんなんかもうこれ1年目はこういうような業務に携わったんですか。はい、そうですね。1年目は店舗から、私はちょうど広報の裏方という感じで、まあ、サービスカウンターですとか買ってそんな業務をやってました。なるほど、ありがとうございます。さあそしてライフスタイル、あ、失礼しました。今回は農産課の仕事内容をご覧いただいたんですけれども、入社後配属される部門、これ皆さん気になると思うんですが、どのように決められていくんですか。はい、大和入社いただいたらまずは、店舗の勤務から、スタート、まあ、店舗配属スタートというふうに働いていただきます。まあ、その中で、まあ、様々な部門があるんですけれども、まあ、入社前にですね、例えば働く勤務エリアとか、働く部門とか、そういったところをですね、希望を聞きながら、本人の成長に見合ったところに配属を決めていくという形で進めています。結構しっかりと、まあ、個人個人見てその上で判断していくんですね。そうですね、はい、例えばなんかアレルギーがないかとかですね、まあ、こういったものを触れたらちょっとアレルギー出ちゃう場合はとか、まあ、そういったところも、はい、配慮しながら決めています。はい、そしてその店舗の仕事内容を見ていきたいんですが、このように細かく分かれているようです。農産、水産、畜産、グロサリー、デイリー、デリカ、医療、生活用品、広報、レジということで9つに分かれてるんですね。そうですね、まあ、基本的なお店の売り場の部門という形で今紹介いただきましたけども、そうですね、水産はまあお魚とか、畜産はお肉、まあ、グロサリー、デイリーは一般食料品ということで、はい、さまざまな商品をね、食品取り扱っていますので、まあ、それぞれの部門に配属をしていただくという形になります。先ほど配属面談があるということだったんですが、勤務の場所とかもそういうのも検討してもらえるものなんですか。はい、します。例えばダイエーは関東と近畿エリアに出店してるんですけども、まあ、関東エリアで例えば自宅から私は通いたいんですとか、一人暮らしをしたいんですとかいう方の希望なども踏まえて配属を決めています。阿部さんにも伺いたいんですが、そういうところ聞いてもらえるっていうのは、ね、すごくいい点ですよね。そうですね、やっぱり自分が代理に入社をするって言った時もですね、すごく丁寧にヒアリングをしていただいて、環境の変化にこうちゃんと自分自身が対応できたなというふうに感じます。うん、環境の変化っていう部分もありましたが、自分がやりたいことっていうのも大切だと思うんです。管理栄養チームに入って子ども向けの食育イベントをやりたいと先ほどの VTR の藤田さんおっしゃっておりました。店舗以外のこういうことがやりたいっていう意向もあると思うんですが、店舗以外はどんな勤務があるのか見ていきましょう。はい、ヘッドオフィスということで、こちらもたくさん様々ありますね。商品統括部、 ICT 企画部、オンライン事業部、マーケティング部、 CS 推進部、店舗開発部、財務経理人事といろいろありますね。はい、実はいろいろあるんですが、これ以上に実は他の部門もあるんですけども、今日はね、ここにとどまらないわけですね。はい、とどまらないんですが、まあ、一例で、はい、挙げております。まあ、商品統括部っていうのは一例で言うと商品開発とか売運用する部署だったりとかですね、あと内議今デジタル化っていうのも取り組んでいますので、まあ、EC 事業とか、アプリの開発とか SNS の発信とかやる ICT オンライン事業部などなど、さまざまな本社スタッフの部門もあります。さあそして、まあ、業務も気になるんですが、やはり就活生こちらも気になってると思います。休日や休暇の制度、ちょっとこちらご覧いただきましょう。週休2日制、そして年間の休日が122日間、そして有給休暇は半日単位で取得可能、変形労働時間制ということで、なかなか充実していますね。そうですね、もういっぱいここの休日休暇の時魅力がありすぎて全部お話ししたいんですが時間がなくなっちゃうので、そうですね、特徴だけ言うとですね、スーパーってこう毎日店舗営業してますよね。なのでよく学生さんから聞かれるのは、ちゃんと休み取れるんですかとかいうような質問を受けますけれども、安心してください、ちゃんと取れます。
まあ休日の、ね、上から2つ目をちょっと見ていただきたいんですけども、まあ、通常の、ね、休みは当然ながら長期休日っていうのがあるんですね。20日間をマックス4そう、ごめんなさい、20日間年間で取れまして、4パターンあるんですね。例えば10日間を年に2回取るとか10日と5日と5日を3回で取るとか、まあ、好きな4パターン選んで長期で休めるので、まあね、ちょっと今コロナ禍ですけども、例えば海外旅行好きな方とかでも満喫できる、そんな魅力があります。やっぱりこう休みなく大英さん開いてますから、休み取れるのかなって思ってた方は大勢いると思うんですが、これはいいですね、はい、どうでしょう、西尾さんは長期休暇を利用してどこかへ行ったり休日満喫されてますか？今はねちょっとコロナで難しいかもしれませんが、ね、長期休暇を利用して過去は一緒に同期と海外に行ったりですとか、そういうことをしてましたね、はい、同期と海外いいですね。そういう、こうオンオフのメリハリのつけ方もあるということです。さてこのライフスタイルに合わせた働き方ができる制度が整っているということなんですが、今度はこちらの VTR をご覧ください。コロナ禍が急速に広まって以来、不特定多数の人が来店するスーパーマーケットは感染リスクへの警戒を強めていました。マスク不足やトイレットペーパー欠品騒ぎに巻き込まれるなど厳しい局面になっても、食のライフラインを守ろうと働く従業員にお客様からメッセージが届いていました。カートの持ち手を消毒液で丁寧に拭いている姿を拝見、安心して買い物ができました。コロナ禍でも私たちのために接客されている姿に頭が下がります。皆様どうかお体を大切に。コロナ禍で近所のスーパーは軒並み正月三が日は休業、ダイエーは年末年始も通常営業。ダイエー最高、ありがとう。そうしたお客様の声を前回のリモ活で紹介した時、ステージにいた女性社員が、なんかごめんなさい、環境なんかあれなんですけど、本当に従業員もすごく誇りに思います、すいません頑張ってるので本当にすごい大好きな会社だなって思います。思わず溢れた涙。実は次の日、高橋さんにもう一つの喜びが待っていました。新しい命を授かったのです。8月、身重になった高橋さん最後の出勤日、その時彼女は決めていました。必ずまたこの職場に戻ってくると。本当によくしていただいてありがとう。社員のワークライフバランスを考え、人生を豊かにしてもらえる職場づくりをダイエーは目指しています。ちょっと泣きながら語っていたシーンがすごく印象的でしたね、はい、高橋さんの VTR ご覧いただきました。今現在は育児休職中なんですね。はい、そうです。さあそこで産休育休制度にもちょっとご紹介していきたいんですが、こちらかなり充実しています。産休は産前産後それぞれ8週間取得可能で、ちょっとびっくりしたのが育児休職なんですが、勤続1年未満の方は満1歳まで、そして勤続1年以上になると満3歳まで取得が可能ということなんですね。これはかなりありがたい制度ですよね。はい、そうなんです。もう本当に法を余る期間取れるのがダイエーの魅力で、まあ、制度の充実は当然なんですけども、職場の環境もなんか取りやすいというか、また復帰しやすいというか、まあ、そういったような職場に環境になっているのがすごくうちの魅力かなと思ってます。そしてリモートでお話を伺いたいんですけど、安倍さんも、お子さんがいらっしゃ、西尾さんも失礼しました、お子さんがいらっしゃって、これは制度使われたということですよね。はい、そうですね。私も
子供が息子に2人いまして2回制度を使ってですね、はい、あの復職しております。やっぱりこういう制度が整っていると職場復帰もしやすそうですよね。そうですね、もう本当にもう男女ともにあの制度を利用している人も多くいるので、もう復職率もあの高い数字になっているところですね。そか、男性もそうやって制度活用される方も多いんですか。はい、もうイクメンを目指して、はい、男性の取得も多いです。素晴らしいですね、はい、こうした制度も整っているダイエーですけれども、他にもですね、いろいろ様々な方面に力を入れています。今注目を集めているのがこちらです。野菜摂取促進のための食育活動、これはどういった内容ですか。はい、ダイエーはですね、商品の販売をするだけではなくて、その食べた後の先まで考えようといったところで、さまざまなあの食育活動に取り組んでいますね。今映像に映っている例で言いますと、ファイブアデー食育体験というのは、地域の小学生とか幼稚園保育園の方をですね、お店に来ていただいて、1日野菜を5皿 350g、 果物を 200g 取ろうというのがね、ファイブアデーであるんですけども、まあこう食べなさいっていうことではなくて、こう食べる大切さとか食べる楽しさっていうのをこう楽しいゲームなんかも交えながら子どもさんたちにお伝えをしているっていう活動をやっています。こちらは実際の店舗ですか。あ、はい、こちらはそうですね、実際のこれ千葉県にある店舗だと思いますけども、今ねちょっとコロナ禍でオンラインのハイブリッド化っていう形でやっていますけどもね、はい、こういった形 で今こちらで説明をしてくれている男性の方は、はい、社員のお店の方、はい、そうなんです。はあ、こうやってスーパーでこういう光景が広がっているといいですよね、はいはい、じゃ販売をしているだけじゃないということがよく分かったかなと思います。はい、さあそして、もう一つですね、力を入れている活動の一つに、食育の中でも台所ベジタというね、番組もやっております。食育や野菜についてとても詳しい2018年野菜ソムリエ日本一の野菜ソムリエ上級プロの関さんがですね、野菜に関する番組をやっております。台所ベジタなんですけれども、関さんにも今回お話を伺えるということで、関さんつながっておりますでしょうか。はい、どうもこんにちは。こんにちは、野菜ソムリエの関裕美です。いつも番組拝見しております。ありがとうございます。どうでしょう、関さんはその野菜や食育に携わっていらっしゃいますけれども、ダイエーのこういう食育の活動っていうのはどんな風にご覧になっていますか。はい、食ってやっぱり1日3回生涯続くものなので、食育こそ本当に楽しい、あ、やってみたいと思うことが一番のキーだと思うんですね。でそういった意味ではこの台所ベジタという番組、美味しくって簡単で体にいいという、もう三拍子揃った魔法のレシピが出てきます。でまさにダイエーの皆様の食育の思いが2分間にギュッと凝縮されてるなと感じています。でそしてちょっとお写真ご覧ください。ダイエー様の思いとして、ここのこう自由な発想を生かした売り場作りが私いつもワクワクして見てるんですね。右側はズッキーニですが、この緑を生かすためにあえて黄色と赤のパプリカを添えちゃう可愛い演出です。そして左側、じゃーん、こちら母の日、店舗に入るとラブとドーンと、すごい可愛いですよね。もう皆さん立ち止まって思わず笑顔がこぼれてました。こんなところも素敵だなと思います。そして先ほどお話ありました台所コーナー、こちらはもうまさに地域に愛される食育の場となってまして、川西店、兵庫県の川西店でのエピソードなんですが、父の日に、お父様にメッセージを書こうということで、男の子が一生懸命メッセージ書かれてたんだそうなんですね。でそこにお父さん早く元気になってまた遊ぼうねって書いてあったので、その台所の従業員の方がそれを見て思わず絵馬に、お父様元気になられたらご家族で遊びに来てくださいと書いて かけておいたらしいんですね。そしたらそれが巡り巡って画像としてご家族の方に届きまして、
数日後家族みんなで退院しました。あの言葉にどれほど私たち救われたか分かりませんということでおっしゃってくださったそうなんです。もちろんこう食育の場ではあるんですけれども、それを超えた人と人とのつながり、心と心の交流っていうのがダイエの食育にはつながってるなと感じています。地域の方とのつながりというのもね、非常に深いんだなって思いました。どうですか今の、はい、関さんの話聞いて石岡さん。はい、関さんありがとうございます。あの大英の紹介の場に登場いただいて本当に嬉しく思います。いいえ、こちらこそありがとうございます。はい、そうですね、あの野菜ソムリエの方からも本当にあの大英のねいいところもあのお伝えいただいたので、本当に私一従業員としてもとっても嬉しいです。はい、ということで関さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと私はこの店舗が素敵だなと思って、この配置ですか、はい、ラブなんて素敵ですね。本当ですね。だから本当に売り場の従業員もこう単純にこう陳列するだけじゃなくて、こういうなんかお客様に楽しみとかワクワクを伝えられるような売り場作りも楽しみながらやっているのもいいとこですね。はい、はい、さあそしてですね、食育活動の他にもこちらですね、ご覧ください。 SDGs への取り組みも行っています。このもったいないをありがとうにフードドライブ、こちらはどういった活動になるんでしょうか。はい、こちらは阿部さんにお話を伺いましょうかね。はい、それでは私の方からお話ししたいと思います。フードドライブ活動は店舗とフードバンク団体の連携による活動になります。お客様にご家庭で食べる機会のない食品をお持ちいただいて、店舗の方に収集させていただきます。そして連携しているフードバンク団体を通じて、子ども食堂の方に寄付をさせていただくという活動になっております。こうした活動も素晴らしいですよね。はい、ありがとうございます。そしてスーパーの運営のみならず、まあ、様々なこうした取り組みも行っているダイエーですけれども、阿部さんどうでしょう、一番大事にしていることってどんなことですか。はい、ダイエーが一番大事にしていることは、地域貢献です。ダイエーの、環境社会貢献活動は、お客様と共に取り組むというのがキーワードになっております。地域密着のダイエーだからこそ、さまざまな環境活動によって、地域の皆さんに喜んでいただける、また地域に貢献できる、そういったことにつながっているというふうに思います。ありがとうございます。石岡さんもやはり共感されますか。はい、もうね、今安倍さんちょっとあの私含めて3人とも緊張しておりますけど、はい、今安倍さん言っていただいた通り、本当にあのこういう環境問題とかは、あの誰かだけがやるんじゃなくて、あの本当にダイエーはお客様と共にやるって言ったね、その結果、地域が幸せになると、はい、そんなところに、力を入れて取り組んでいるったところですね。はい、食からさまざまなことにこうやって発展していくっていうのが ね、よく分かったような気がします。はい、そしてまだまだお話を伺いたいことたくさんあるんですけれども、あっという間に時間が来てしまいました。今日はこの後ですね、企業ブースでは13時30分からこのダイエーの説明会を実施するということです。まだまだ採用に関する耳寄りな情報が配信されると期待していてよろしいですか。はい、ぜひ期待ください。この後ですね、もうあと20分後ぐらいですか、12時から、ダイエーのズームでですね、キャリアのこととか福利厚生の魅力とか、まあ、今日ねこのステージでは、ちょっとあの緊張してうまく伝えられなかったこともあるので、もっと深掘りしてテーマに絞っていろいろなダイエーを魅力するズーム全部で6個あの用意しておりますので、たっぷり、ぜひたっぷりです。はい、ぜひあのお気軽に多くの方に参加いただきたいと思います。ぜひそちらもしっかりご活用ください。そして最後にですね、実は現在育休を取得されている、先ほどもご紹介させていただきました高橋さんからメッセージをいただいております。こちらの VTR をご覧ください。ご無沙汰しております。母となった今、ダイエーには安心して働ける制度がたくさんあり感謝しています。周りの方の支えもあり、自身の体調を一番に優先することができましたし、里帰り出産の準備もスムーズにできました。
復帰後も大好きなダイエー、大好きな皆さんと一緒に働けることを楽しみにしています。子育てと仕事を両立できるようにこれからも頑張ります。高橋彩香。はい、ちょっと目に光るものがありますね、石岡さん。そうですね、本当に思い返せばちょうど去年3月の上旬ですかね、このステージに2人で出させていただいて、本当に翌日帰り新幹線でちょっと具合悪いとか言って、そしたらその翌日電話が来て赤ちゃんできました。そう、もう本当にびっくりしたのもあるんですが、けれどもなんかこう我が子のようにというか、すごく新しい命を授かって嬉しいなというふうに感じてますし、高橋さんも本当にダイエーが好きで、この職場も本当にね好きでいてくれて、今ママとなって大変な今育児中ですけれども、また元気にね復帰して一緒に働ける日を楽しみにしているといったところです。なんかこうダイエーに対する愛情も手紙からすごく伝わってきましたし、こうやって、命の誕生を同じ家族のように喜んでくれる先輩社員さんがいるっていうのはすごくなかなかないことなんじゃないかなって見ていて思いました。愛のあふれるダイエーということがよく分かりました。本当に今日は短い時間だったんですけれども、3人の社員さんを交えてダイエーについてお伝えしました。皆さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。